はい、ではですね、皆様お待たせいたしました、ね、ではですね、ちょっとね、こちらの、ね、スライドをご覧ください、続いてはですね、雨宮真由香さんですね、はい、で、彼女はですね、ずっとね、企業の、アパレルをね、アパレル企業のデザイナーをね、やられておりました。なんとね、23年ね、やられていたんですけれども、44歳のタイミングで突然のね、リストラに遭ってしまったんですね。でもうそこからですね、やっぱりね、23年ね、こう続けてきたお仕事をね、離れないといけない、辞めないといけない、ね、もうそのお仕事はできないっていうですね、そういった状態でもうパニック症候群になってしまったりとかね、まあ、本当にですね、ちょっとこう何も考えられないっていうね、状態になってしまったんですね。まあ、そのきっかけというのはコロナなんですけれども、コロナですか？コロナではない、ね、なんかすみません、ちょっと情報が、はい、コロナではございません、はい。で、まあ、そういったですね、中でやっぱりこうなんとかね、やっぱりこう自分の、ね、収入の軸を持っていかないということでね、実際にですね、オンラインビジネスを、ね、スタートして、まあ、人生がね、激変、しました、ね、このね、雨宮さん、どういう、ね、ストーリーでね、激変をしていったのかっていうのをですね、皆さんね、しっかりとね、見届けていただきたいなと思います。それでは雨宮さんの、オープニングムービーをお願いいたします。
真のファンができる方法を教えています。それができると私のように好きな時に好きな場所で好きなことをする、そして大好きな人たちと自分の人生を自由にライフデザインできるようになります。私は京都在住で夫と10歳になる娘がいるママです。日本の伝統芸能の能楽師の家系で育ちました。父は生まれながら自分の好きな芸の道一本で経済的自立をし、私と兄を育ててくれました。今年80歳になる父はまだ現役で舞台を生き生きと待っています。その背中を見ると人は好きに勝るものはないなって思うわけです。それが私のビジネスの理念である自分の好きなことをやり続けるにつながっています。私自身は幼少期からお絵描きや塗り絵、特に着せ替え人形を手作りすることが大好きでした。中学では地味な制服をいかにおしゃれに着こなすか研究をしてみんなに広めるようなトレンドリーダーでした。だから進路も迷うことはなくファッションの学校を選び、そして就職もアパレル企業に勤め、夢のファッションデザイナーになることができました。すまないです、はい、なんでちょっとここからアドリブに入りますね。はい、でね、この時私はですね、ブランドの立ち上げとか、それから、飛ぶように自分の商品が売れていくような感覚をワクワク味わったんですよね。はい、そしてすまないですね。どうしよう。こっちが進まないです。はい、すいません。そしてね、私は、突然ある時上司から呼び出されて大きな仕事を任されたんです。それは、新人教育とブランドの立て直しの仕事でした。正直私はその時自分にできるのかと思っていました。時に頑張りすぎて意識不明で倒れるようなこともありました。しかし私は出産後メインポジションから外されて悔しい思いをしてたんですね。なので認めてもらえたと思って嬉しかったんです。送ってください。はい、そしてごめんなさい。そして私は突然呼び出されました。あるミッションに成功した直後のことだったんです。だけどその時言われた言葉はこうでした。もうお前は頑張るな。そうです、私は突然のリストラにあったんです。それはまるで高層ビル、高く積み上がった高層ビルに突然ダイナマイトを投げ込まれたような感覚でした。ドドーンというゴーンとともに私の目の前から一瞬にして何にもなくなった。気づけば私はシーンと静まり返ったビルの解体現場にたった一人でした。23年間コツコツ積み上げてきたデザイナー人生が一瞬にして幕を閉じました。まさに絶望でした。将来の不安と大きな孤独感からパニック障害を起こし夜も寝られなくなりました。まあ、そんな朦朧とした意識の中で私の目を覚めさせたのはママーと満面の笑みで飛びついてきた娘の声でした。子宮の病気を乗り越えて奇跡的に私の元に来てくれたたった一つの命です。その柔らかい体をキュッと抱きしめた時私は誓ったんです。この
子は何が何でも私が守るんだと。そしてそこから私は在宅でできる仕事を探し出しました。そこで奇跡的に私の恩師と出会えたんです。このコミュニティに参加したのが6年ほど前のことです。まあ、しかし実はここに至るまで私はなんと3ヶ月間も悩んでいました。まあ、そもそもインターネットビジネスとか程遠い世界にいたんで、セミナーってなんか怪しい印象を持っていたんですね。ね、もし高い壺でも買わされたらどうしよう、まあ、そんなね、みんな思いません？そんな心配ばっかりしてたんです、でももういい加減悩むのは嫌だと思い、まあ、ついに決意しました。そして申し込みボタンにマウスを置きました。でそこからまだ3時間私は恐怖で恐怖でクリックができなかったんですよ。まあ、それぐらいもともとヘナチョコマインドの人だったんです。まあ、でも一歩踏み出してからは私の人生は一気にワクワクに変わっていきました。ビジネスの本質、起業家マインド、そして SNS マーケティングを学びました。しかし当然最初からうまくいくわけはなく、やってもやっても成果が出ない期間が9ヶ月続きました。まあ、それでもいつも励ましてくださる先生、ギブの精神にあふれた先輩や仲間たち、そういった方々に支えられたおかげで、私は行動を止めることなく発信を続けることができました。まあ、そして1年後私は自分のビジネスを立ち上げることができ、そこでなんと初めての集客でいきなり月収111万円という成果を上げることができたんです。はい、ありがとうございます。じゃあポイントはここからです。日々発信を続けていく中で、いつしか私にはファンがついていました。友達0人からスタートした SNS が投稿すれば500人以上の人に反応がもらえるようになったり、イベントの集客をしたらたった1投稿で192万円の収益を上げることができたり、1回のライブ配信をするだけで会社員の年収を超える470万円の収益を上げることができたり、現在行っているブランディング撮影会の募集は発信からなんとわずか3秒で全枠が完売したりと、自分でも驚くほどの結果を出せるようになったんです。そしてその方法を教えた方もまた、月収7桁を超える成果へと導けるまでになったんです。じゃあなぜここまで激変できたのでしょうか。私はファッションのことしか分からなかったような人です。でもあるたった一つ大切なことに気づいたんです。まあ、その答えは次の3つのことだけ覚えていただけたら大丈夫です。はい、皆さんメモってくださいね、ここで。はい、1、聞く。2、寄り添う。3、与える。この3つの言葉の意味がちゃんと理解できて、その通りに行動していれば、あなたも私ぐらいの成果であればできると思います。はい、皆さんどうですか。この世の中で一番お金を稼ぐ人ってどんな人だと思いますか。はい、これはこの世の中の困りごとを一番解決した人です。ビジネスとはお客様の問題解決なんです。つまり稼ぐ人というのは、いつも周りで困っている人はいないかな、アンテナを立てていて誰かの問題を解決している人なんです。あなたは主語が私になっていませんか。稼げないって悩んでる人って自分が得ることに意識が向いている人が多いです。例えば今日みたいなイベントでもね、私が稼げる方法を学び得よう、私が仕事につながる人脈を得ようとかね。じゃあ逆にうまくいってる人というのはどういう思考かというと、このイベントの主催者側の方の気持ちを考えます。もしこの会場が埋まらなかったら
どんな気持ちになるかな。もしみんなが応援してくれなかったらどんな不安になるだろう。そう、そうやっていつも気持ちに寄り添い、あなたを思ってるんです。あなたに何がしてあげられるんだろうか、あなたに何を悩んでるのか聞いてあげよう。あなたのために自分ができることを全力でやってる人なんです。私から見るとうまくいっていない人は、相手の思いに耳を傾ける前に自分のビジネスの話をしたりしています。私たち起業家は商品は自分自身なんです。自分という商品を知ってほしい、ファンになってほしい、そして購入をしてほしい。つまり自分という人に心を開いてほしいわけじゃないですか。じゃあ人が心を開いてくれるのってどんな時ですか。はい、実はマーケティングというのは愛なんですね。恋愛で人を振り向かせたかったら、相手の話をうんうんって聞いてあげたり、やってることに共感してあげたり、プレゼントあげたりしますよね。聞く、寄り添う、与える、私はこれをやってきたんです。どうしてビジネスど素人だった私が今こんな風にうまくいったんだろうなと自分で思い返したときに、私って割と人としてやった方がいいことをちゃんとやってきたなって思ったんです。実は大人が成功するための方法なんて小学生の時に全部習ったことなんです。お子さんおられる方だったらこんな風に言ってませんか。お友達が困ってたらどうしたのって聞いてあげようね。相手の気持ちになって考えてみようね。自分にできることがあったら助けてあげよう。そして笑顔で挨拶をしよう。ありがとうを伝えよう。私はただこれを量かける量でやってきたんです、まあ、こんなこと誰でも知ってるし誰にでもできることなんですよ。でもこれの量が全然足りてないんです。 SNS でバズらせるノウハウとかありますし知ってます、ありますし知ってますし、それを実践することももちろん必要です。でもそんなことよりもまずは SNS の向こう側には人がいることを忘れてはいけません。リアルの人間関係と同じなんです。人としてやった方がいいことをちゃんとする、関わってくれる人を大事にする、それが激変の裏に隠されたたった一つの真実なんです。仕事とは人が生むものです。今日この会場にも SNS から知り合った方がたくさん来てくださっています。この衣装、私と娘が生地に絵を描き、デザイナーさんが作ってくださいました。そしてこの衣装もデザインを一緒に考えてパターナーさんが作ってくださいました。オープニング動画もムービークリエイターさんが作ってくださり、動画やスライドに出てきたイラストや写真、そして筆文字、そしてブースの制作物、このトレードマークのベレー帽でさえも全部もともとは SNS から知り合った生徒さんやその人のつながりによって作り上げられたものです。今日までここのみんなの応援があったんです。そしていつも好きなことばっかりやってても黙って見守ってくれている家族のおかげで今日ここに立てています。私は正直億なんて稼げていません。でも信頼が億超え、前田さんは信頼が億超えですね。これは私の生徒さんに言っていただけた言葉なんです。最初に見せた億という数字、これは私の信頼の実績だったんです。結局のところビジネスの成功は人なんです。人こそが
お金に勝る最上級の資産となります。そしてお金がなくてもできるのが信頼の貯金です。信頼の先に仕事は生まれるんです。だから大丈夫です。あなたも信頼の奥越えを目指せば自然と収入がついてきます。人もついてきます。そしてコツコツ努力し続けていれば神様はちょっとぐらい夢みたいな夢も叶えてくれるんだなって私は今日ここで分かりました。だってあんなに孤独だった私が今こんなに大勢の人に応援していただけてるんですから。だから意外と誰にでもできることをやり続けていれば人生って変わるんだよっていうことをみんなに伝えたいし、そして今日ここに来てくれている娘にも伝えたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。はい、雨宮さんありがとうございますね。信頼が億超えっていうね、もう本当にいいフレーズだなと思ってですね、聞いて、聞きながらですね、メモをね、取らさせていただいたんですけれども、まあ、本当にですね、雨宮さん、もうね、6年以上ね、このリナースクラブでね、学んでいただいてますけれども、雨宮さんのですね、まあ、メンターさんのね、中西真由美さんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、7月がですね、誕生日なんですね。で、雨宮さんがね、毎回毎回ですね、誕生日、プレゼントだったりとか、バースデームービーだったりとかね、バースデーメッセージとか、まあ、あとはですね、雨宮さんの、ね、ブースでも、ございますけれども、まあ、絵をね、描いてくださって、まあ、T シャツだったりとか、お皿だったりとかをね、くれるんですね。まあ、本当に愛があふれて、いらっしゃるなっていうふうにですね、すごく思いますね。まあ、だからこそですね、まあ、今回のね、500人サミットも本当にね、雨宮さんもね、たくさんの、ね、方に、ね、伝えていきたいということで、まあ、雨宮さんのね、ファンの方もたくさんね来てくださって本当にありがとうございますね。実際にですね、本当にね、雨宮さんね、いろいろ今ね活躍されてますけれども、ビジネスデザイナーとしてね、いろいろこうね、ブランディング撮影会とかね、すごく大人気でございますね。まあ、もしね、いろいろですね、こうね、ご自身のこうコンセプトだったりとか、まあ、あとはね、SNS の発信の、ね、見せ方がね、悩まれた方はですね、雨宮さんにね、相談をね、されると、いいのかなというふうに思っております。はい、ね、雨宮さん、本当にね、素晴らしい、感動的なですね、スピーチをありがとうございました。ね、はい。